今回からは、グリーン関数法の場の計算手法である SPR、KKR の使い方を説明していこうと思います。SPR、KKR はこちらの方の見られます、ように、こちらに SPR、KKR と Google で入手、検索しますと、このようにして SPR、KKR の画面に行くことができます。そして、こちらにレジストレーション用の、無料でアカデミックで使うことができるんですけども、レジストレーション用の、用紙がいただきまして、それを、こちらの開発者のところに、提出します。そうするとダウンロードのファイルを送られてきます。で、例えばマニュアルも書かれていまして、例えばマニュアルを見ると、同じ入力フォームが書かれていまして、ここの、登録、そうですね、登録フォームのところ、登録の用紙のところに、どうすればいいかというのはある程度書いてあります。で、ここに人事故記載して、メールなどで提出すればいいです。アカデミックの場合は、おおむね、無料で手に入りますので、ポストクまでの方、博士、ポストクはいいのかな、ポストクはちょっと微妙なところですけども、博士課程までの、ドクターコースまでの、正確には、B4、M1、M2、マスター1、マスター2ですね。で、ドクター1、2、3、ごめんなさい、なんかめちゃめちゃ言ってますけど、の方は、指導教官 のサインもいります。ので、そちらもしてもらってください。で、マニュアル、こちらのマニュアルは、最初、理論的なこと書いてあるんですけど、特に、会計 KR とほぼ似たようなものですから、ですし、大体サラサラとこんな感じなんだなということだけでいいです。完全に追っていくことはかなり難しいと思いますし、ちゃんとした人に、ついから行ってもらわないとなかなか難しいところがあります。とりあえず使い方、大次元計算は、実験屋さんについては実験ツールの一つとほぼ考えてよろしいので、そのようにして使っていっていただければと思います。そしてこのマニュアルで入力ファイルの例などが、載ってますので、それについて、ちゃんと、それについてその通りやっていけば、いろいろな計算、先ほど見ました、トスや、バンド分散、これは、プロフォスペクタルファンクションになるんですけども、その他にも、いくつか便利な機能がここに掲載されていますので、この通り行っていきます。あとは、チュートリアルもいくつかあります。で、この HOC2012 とか、HOC2014 とかはハンズオンですね。つまりセミナーみたいなものなんですけども、そちらの、ものがありますので、これらを、参考にして、学習、もしどの学習進めたいという方はやっていただければと思います。今回は、簡単な流れ、ごめんなさい、流れをやっていこうかな、やっていきたいと思います。それで、この SPR、KKR 以外に、このソフトを動かすの GUI として X バンドというのがあります。X バンドを使うとかなり便利なので、今回は X バンドを使った、まず入力方法から説明したいと思います。で、X バンドのマニュアルはこちらにありますので、こちらも参照していただければと思います。いくつか書いてない、記述されてない部分もあるんですけども、それはまたおいおい、説明していこうと思います。まず、X バンドのインストールが進んでいますと、ターミナル開いた後、X バンドと入力して、エンターを押しますと、このように、GUI が動きます。で、基本的にはこちらから順番に、上から、こうやって、このように順番にやっていって、で最後に、赤い KKR や SPL KKR、Exciting といったプログラムコードを使うという手順になります。では、まず入力ファイルの作り方。またここまで共通する入力ファイルの作り方まで説明していきましょう。まず、どの GUI コードでも一緒なんですけども、ディレクトリーズの、計算するためのディレクトリー、フォルダを作ります。このディレクトリーズのボタンを押して、ここに直接入力していただいてもいいですし、例えばここから、どういうふうにするかという、どのディレクトリー、フォルダを選ぶかというのをしてみます。で、私の場合は、SPR、KKR のプログラムコードが入っているところに、カルキュというディレクトリを作っておいて、このようにいくつかの計算の、さらに細かな系のものディレクトリを作っています。で、今回はちょっと例として三元形の鉄にばなじまるにしたいと思います。それで、こちらを押していただいても、こちらを押していただいてもいいんですけど、こうしておくと、ここに
ちゃんとディレクトリができています。ディレクトリが設定されます。で、これでクローズでいいです。で、次に何をするかと言いますと、このクリエイトシステムです。で、3次元の周期的こう計算の場合には、ここから始めてもらえばいいです。で、まあ、とりあえず、鉄にばな順丸みのどういう構造か見てみましょう。鉄に、これフェーズの方がいいですね。鉄にばな順丸、うまくいってませんね。失礼してます。失礼します。鉄に、これはあれですね。マテリアーズプロジェクトという無料で登録すれば出るフリーのものですね。で、鉄にばな順丸のが出てきますんで、これをここにポチッと。で、構造どうなってるのかとか、こうした数いくつなのかとか、いくつか出てくるんですけど。どうも、これは私の想定したものではないような気がしますね。こうした数も何か違うし、6060になってますね。でもここには FM3 倍ってなってますんで、不思議な結果になってます。これで、入力ファイルを作っても良いでしょうし、ここからファイルズでバスプ用のものも出てくるので、それを使ったりしてもらってもいいとは思いますけども、ここに、座標が書いてありますね。ちょっとあまりいい座標なような気はしないですね。別の方法でちょっとやりたいと思います。すみません。やり方は、この、例えば二元形であれば NIMS のもので、例えば単純なものですと、こういうところから、スペースグループに対応するものを入れてもらうとか、でこうしてこう指示をすると、で、原子座標を入れてもらうとかよかったと思います。ちょっと、こちらもちょっとは、なかなかどうなのかっていうような座標指定になってている気がしますので、とりあえずこちらから、とりあえず手順やっていきます。スペースグループで、225ですので、ここに書いてありますね。これは合ってるのでいいんですけど、225にします。で、で文献で調べると 5.768 なんですね。ここに出てるのがちょっとよくわからない、なんでこの値なのかがちょっとよくわからないんですけど、5.76 あたりですね。で、オングストロームで入力します。で、225は英軸さえ決まってしまえば、あとは全部、区画225は、英軸、B 軸、C 軸は一緒の長さで90、90、90の角度になってますね。これでいいです。で、コンファームのボタンを押して、入力が自動、区画から決められる、入力が自動的に行われます。そして、オングストロームからボア単位に変更します。このボタンを押すと変更されます。で、インプット OK、5音です。で、あと、原子座標、対称性のから、考えられる原子座標を入力します。基本的には0、0、0の部分と、で、ここにある0.5、0.5、0.5。そして、4分の1、4分の1、4分の1のここで、これだけです。で、ちゃんと、4、8、1対1対2の比率になっているのが分かります。で、これで OK です。で、まず、ここの上の部分を押します。押すと、スピーシーズアキュペーション、何にするかって聞いてきますので、例えば、アルミ、何の原子にするかってします。で、次、0.5、0.5、バナジウムです。バナジウム、どこします。で、バナジウムこうなってますけど、ちょっと今日は例で、置換した元素も計算できるので、その例ちょっと見せようと思います。置換した数を増やすには、ここのところのチェックを入れます。種類がいくつ、成分がいくつあるのかっていうので、2個ある、バナジウムの他にもう1個あれば、成分2個になりますから、例えば2個、2と入れます。そうするとこのようになります。そして、例えば、このようにして、まず成分比決めて、で、まずバナジウム 90% で、で、他に、例えばチタン入れましょうか。
チタンを入れるとこのようになります。でチタン 10% バナジウム 10% 減らして、その代わりチタンを 10% 置換したような形になります。でこのあとは残りのボタンを押して鉄を押せばこのようになります。でこのようにして、作ったら、あとこの部分を左側から順番に押していくだけです。やってみましょう。このようにして順番に押していきます。であとこれもオンでいいです。もうほぼ、ボタン押していくだけでどんどんできます。で、終わった後はこれを押せばいいんですけど、結晶構図まずチェックのために見てみましょう。このショーストラクトを押しまして、で、どのような条件で出力するかがこちらに選ばれています。さあ、ユニットセル、周期的なものであったりとか、他のもうクラスターとかサーフェイスとか、ちょっとこれちょっとすぐ追えなかったんでいけないですけど、もうです。で、こちらにチェックを入れて、で、X クリスデンにチェックを入れて、で、ランビジュアライザーで押すと、このように見ることができます。で、このようになります。まあ、こういうふうですね。まあ、周期構造なので、基本的な部分を割れば、これはまたここ。これはここに表示されることになります。で、まあ大体こんな感じということになりますね。何かあまり綺麗なものじゃなかったですね。他のもちょっとやってみましょう。こちらのブルーのにしてみると、まあこんな感じになります。ブルーのものの方が分かりやすいですね。こんな感じですね。まあクラスターですみたいな感じになってますけど。でもリピーチって書いてありますね。まあいいです。レクタングル。プリミティブだとこうなるということです。で、これで、まあ問題ないので、終了。で、これで、ドンですね。で、うまくいくと、セレクトのモディファイとか、ポテンシャルファイルも自動的に設定されます。で、これで以上で、共通の入力ファイルは終わりです。一旦ここでちょっと終了します。